た。あいった。痛い。痛い。俺のターン。ドロー。若鳥の骨付きもも肉を召喚。スターチップ 20% 引きで手に入れることができたぜ。また会ったな、相棒。勢いだけのキッチンデュエリスト、モンジュだ。キッチンデュエリストになって早2年。今回でちょうど30本目のデュエルになるわけだが、俺はここで、とある重大なことに気がついちまった。これまで様々な料理を召喚してきたが、ひょっとして俺は、揚げ物が得意じゃないんじゃないかってな。にわかには信じがたいことだが、相棒たちのコメントを見る限り、どうやら冗談事でもないらしい。思い返してみれば、ほとんどのデュエルにおいてサレンダーを余儀なくされていたように思う。そうだ、きっと俺はもう、そろそろ潮時なのかもしれない。それはどうかな。何？俺のターン！魔王カード発動！火炙りの刑！場に存在する大概のモンスターを、豪華で焼き上げることができる。なあ、確かに揚げ物へのロードは険しく厳しいものだった。心身ともどもライフポイントを削られたデュエルも少なくはなかっただろう。だがキッチンデュエルのフィールドは何も揚げ物だけってわけじゃないんだぜ、相棒。なあ、才能ってやつは磨けば必ずしも光るってものじゃない。時に残酷な決断を迫られる時もある。だがその道を立ち新たなロードを切り開く勇気、そいつを振り絞れるのも才能ってやつじゃないのか。なあ、磨くべき才能の原石は今ここに示された。さあさっさと始めちまおうぜ、相棒。新たな境地、戦いのロード、焼き物への道を、相棒！焦がしちまったぜ。くそ、一体誰がこんなことを。てっ、俺のターン。ドロー。ハイボール、スタイルバランスを召喚。デュエルの傷やダメージの吸収を抑えることができる。これで実質ノーダメってことで、デュエルを続けようか。焦げた麺を下に盛り付けちまえば見栄えは上出来。揚げないで作った唐揚げ、いざデュエル。普通にうまい。相棒！普通にうまいぜ。まるで揚げたてかのようなカリッとしたジューシー感、サクサクとした衣。決して揚げて作ったわけではないが、まさに唐揚げそのもの。はぜる高温の油、上昇する部屋の温度、面倒くさい後片付け、コレステロール。これまで辿ってきた苦難の道は一体何だったんだろうか。そんなことを思うと、この一皿に対し俺は悲しみにも似た怒りと悲痛がこみ上げてきた。俺の立つべきフィールドは本当にここなのか。歩んできた道、積み上げてきたもの、そういったものの全てを真っ向から否定されているような気がしてならなかった。このままじゃダメだ。ここで終わってなるものか。そうだ、決して無駄なんかじゃない。背負うから勝てるんだ。油のひとしずくが残されている限り俺は戦う。だから、悪いな相棒、今回のこのデュエルも俺はサレンダーさせてもらうぜ。この戦いの先にある探し求めていた大切なもののために。ターンエンド。